松田ミュージアムは自動車会社の松田が運営する自動車に関する企業博物館である。1994年5月に開館。2005年2月に展示面積を拡張し、全面リニューアルした。博物館は松田構内に設置され、宇治名第一工場に隣接している。博物館のある所在地は広島市南区宇治になるが、入場に関しては、 広島県秋郡府中町の本社小ルームに集合後に校内専用バスで入場する。博物館の展示物は1931年、松田が東洋工業の社名で最初に製造したオート三輪、松田号から歴代の製造車種、コンセプトカーや1991年のルマン24時間レースで優勝した787バイトなど多くの松田車で展示車は 常時入れ替えられている。他に、歴代のロータリーエンジン及び組み立て前のパーツ、クレーモデルや自動車のできる過程がわかる展示物もある。係員の案内で各種展示と実際に稼働している、隣接工場の生産ラインを見学できる。ミュージアムの入り口には、ミュージアムショップがあり、松田社に関する商品だけではなく、広島東洋カープとサンフレッチ広島のグッズも、 購入することができる。来場者はお土産がもらえる。入館は完全予約制。電話もしくはネットで予約する。基本的に土曜日、日曜日及び祝日は閉館しているが、年に数日開館日がある。本社ショールームから校内専用バスで移動する。ありがとうございます。